天秤ばかり、バネばかり、電子釣りばかり、はかりとは、物の重さや質量を測定する器具である。重さや質量を測るための道具であるが、同時に密度が一定の物質の場合は、そこから体積を計算によって求めることも可能な道具である。一般的にはかりには天秤ばかりとバネばかりの二つに分けられるが、そもそも両者は何を測るかが異なる。 天秤ばかりは手こと重りを利用することで重力の大きさに影響されずに質量を測定するものであるし、バネばかりはバネの伸び具合によって重さを測定するものである。重さと質量の違いについては質量を参照。天秤ばかりは安定状態に落ち着くまでにやや手間がかかるほか、装置も総じて大きくなる傾向がある。このため重力が一定の環境下では、 多少の誤差はあるものの、扱いやすいバネばかりの方が広く使われている。バネばかりでは、機械要素としての金属バネを用いる方法のほか、ゴムなどの弾力性のある素材が使われることもあるが、無理な荷重をかけると、金属バネは変形したり破損するほか、ゴムでは断裂するほか、ゴムそのものが、経年変化で劣化すると誤差が拡大する。また近年では、圧電素子や圧力を加えると、 電気抵抗が変化する電気電動素材などを使って電気的に計測する方法も利用され、電子釣りばかりなどの機器も出回っている。これらの測りは単に重量や質量を計測するというだけではなく、その計測した結果をもとに取引が行われることもある。その点で売り買いの公平性を期すために、測りの正確性は重要である。しかし機械装置である以上は向き不向きがあり、 こういった問題点は様々に改良されているが、依然として根本的な解決には至っていない。誤差の要素として、バネばかりが過負荷によって男性が損なわれるなどして、正確性が失われるのは先に述べた通りだが、その一方で天秤ばかりも必ずしも常に正確だとは限らない。特に計測する物品に浮力がかかる環境下では、 天秤ばかりの片方に乗せた元気と継続対象にかかる浮力に違いがある場合に正確性が損なわれる。これが個体同士であればほぼ無視できるほどの誤差であるが容器に充填された気体の場合は大気の下で計測しても無視しがたい誤差が発生する。例えば空気中にある天秤の片方に気体ヘリウムの詰まった風船を乗せもう片方に 中身のない風船と元気を乗せても、風船中の気体ヘリウムの質量を測ることはできない。この浮力の問題は、バネばかりでも同様である。また正確に計測する上では、設計された通りの使用方法で利用する必要がある。例えば水平ではない状況で天秤ばかりを使っても、正確には測れないし、 平面に置いた計測対象の横にバネばかりをつないで牽引しても平面と計測対象との間に働く摩擦力しか測れない。また、計測対象を運動させる他の力がある場合にも正確には測れない。当然ながら振動の激しい環境でも測りの状態が安定せず測れない。測りは古くから商業で用いられ公平性の象徴にも扱われる。 裁判所の象徴は、天秤及び、これを掲げた女神であるが、これは、法の適用に関しての公平性を象徴している。日本では、室町時代から、戦国時代にかけて、商業の発達により、計りが用いられるようになり、商人、職人組織である座の発達や戦国、大名など地域権力による土壌校の統一により、計り座が見られるようになった。江戸時代には、 江戸幕府による統一政策の一環として、女王2年に江戸の朱髄家と京都の神谷の両り座に東西の諸国における秤の政策、販売、中保の特権を与えた。江戸期には貨幣経済の浸透により、地方においてもり座が展開した。ありがとうございます。